はようございます。6時29分です。これから朝ごはんにしようと思います。この光景を見ながらコーヒーを飲みたかったんですけど、気温がちょっと低いせいかアルコールストーブの方に火がつかなくて、せっかくライター持ってきたのに、しょんぼりしながら基地に戻りたいと思います。この険しい道を登って、もうちょっとで上です。すごい川は綺麗でした。6時58分です。ちょっといろいろあって、朝ごはんこれから食べます。7時ですけど、あーお腹すいた。今朝は夕べよりは寒くないですね。夕べ結構息真っ白になるぐらい寒かったんですけど、ハンドルホルダーを作りました。猫のね、刻印をつけて、今すぐお腹鳴った。よし、
今日はね、定山渓の定山渓温泉にあるとっちゃんカフェっていうところで豆買ってきたんですよ。ね、コモドドラゴンっていう豆です。いいね。このぐらい、このぐらいかな。から日が昇ってますね。いい感じ。お芋湧いてきた。一回火を消しますか。蒸したいね。あー、いいね。いいね。じゃあ、この間に朝ごはんの仕事をしましょう。朝ごはん。よいしょ。本日も、四つ葉バター。普通のバターもいいけど。発酵バターが美味しいね。いや、先月の肉の朝ごはんは良かった。美味しかった。で、コーヒーよね。豆がボガッと膨らんで、いい豆だね。で、ちょっとここを使うので、朝ごはん、こちらとっちゃんカフェで買ってきたにゃんこちゃんです。ただ分厚いのでカットしてくださいね。だけどかわいい。これをこう、バターに使う。普通に焼くだけっていうの。いただきます。ちょっとそろそろいい感じと思います。では、バーン、バーン、バターしみしみにゃんこバーン、美味しそう。
ういうシンプルな朝ごはん。いただきまーす。寒い。寒い。あ、ふわふわ。温めるとふわふわ。うん、ま、もちもちです。これ先月使って見つからなくなったやつ、散々探したとこから出てきました。今片付け中です。見えない。今9時57分です。ほぼ10時ですね。チェックアウトが11時なので、あと1時間ありますけど、撤収が無事完了したので帰ろうと思います。お疲れ様でした。